皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はゼロから主野戦になれる解説ということで、基本的なことから実戦まで全て解説させていただきます。今回の動画は視野の基本的な能力を紹介しながら、立ち位置や絶対に覚えておくべき仕様、それと要所要所でクリップ見ながら実戦の解説。ちょっと今日はいつもに増して情報量が多いので、こんな感じの進行でテンポよく解説していきます。参考になりそうだなと感じたらグッド、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。それでは解説していきます。まずは視野の概要の前に、実際どういった役割のレジェンドなのかっていうのをなんとなくでも知っておくと理解がはかどるので、先にお話しておきます。視野は後ほど話す敵の位置を味方に知らせる能力が豊富なキャラなので、2枚目くらいの位置で攻める時のサポートが強いキャラというイメージを持っていただけるといいと思います。ただ瞬時に前線から引くスキルはないので、ある程度安全な位置から能力を使って攻めるきっかけなどを作っていくキャラ、そんなことを考えておきましょう。使う武器に関しては、中距離2枚目でしっかりカバーできる武器と詰めた時に戦える武器、この2つを持っておけばとりあえずいいと思います。ただこのキャラだいぶスペックが高いキャラなので、上手い人が使ったら最前線で戦えたり、慣れてくると相手の攻撃も受けられるようになる汎用性の高いキャラという側面もあります。要するに基本的にはサポート寄りだけど、うまく使えばいろいろなことができるキャラという認識にしておきましょう。それでは早速スキルの解説をしていきます。まずはアビリティからです。 75m 貫通する範囲攻撃をします。これに当たると10ダメージを与えながら回復や蘇生を止めます。さらに当たると一瞬スローとアビリティを無効化し、8秒間味方に敵の位置 HP を知らせ続けます。でクールタイムは30秒。当てるの難しそうに感じるかもしれませんが、攻撃するパッシブと合わせることによってめちゃくちゃ簡単に当てられます。ちょっと情報量は多いんですけど、視野はこのスキルが本当にぶっ壊れレベルで強いです。このスキルをうまく使えるか使えないかで相手に与える圧力が変わってきます。いろいろ使う場面は多いんですけど、大きく分けて2つ使う場面を覚えておきましょう。1つ目は攻めるとき、相手に体力有利やダウンを取ったときに任せない、起こさせないために使う。あとは漁夫に行くときとかも味方に合わせて当ててあげると、相手は何もできずに漁夫られる、こんな状態を作ってあげられます。2つ目の使う場面は受けるときです。押してくる相手に対して使ってあげると、相手は位置が見えているので自由に動けません。引きながら当てたり、あとは相手の最前線のキャラに当ててあげると完璧に相手の進行を止められたり、広がってる敵に当てたりすると逆に潰したりもできるので、攻めて使うより少し難しいんですけど、こういう使い方も頭に入れておきましょう。ただぶっちゃけ当てるだけで強いアビリティではあります。シーズン初日の毎シーズンのプレマスだらけのプラチナ隊でランク回してても、当てるだけでも最低限の役割はこなせているなという印象でした。ちなみに普通に使うと、撃った後に武器を取り出すためにこんな感じ少し時間かかってしまうんですけど、ウルトが溜まってない状態でアビリティ使ってウルトボタンを押すとすぐに武器を取り出すことができます。これ結構便利なので覚えておきましょう。あんまりこの仕様解説してる人いなかったので補足程度に覚えておいてください。ちなみに 75m 貫通する範囲攻撃という仕様上、例えばこういう一直線上の場面の立ち位置、まあ、敵がだいたいここら辺にいるんですけど、横に広がっていくというよりかはできるだけ相手と一直線上の立ち位置を取る、こんなことも頭に入れておきましょう。それでは少しクリップを見ながら実際に使う場面を見ていきましょう。まずは一番理想の形から、ダウンを取った後にこんな感じでアビリティで回復阻害と蘇生を阻害して、その間に味方はジャンパーで詰めている、こんな感じで使ってあげたり、あとアビリティそのものが起点になるパターン、こんな感じで一直線上でアビリティ当てると3人がしっかり映るので、その間に詰めてあげる、めちゃくちゃこれ有利ですね。こんな感じで使ってあげたり、で最後にレブールとの返しとしてもこんな感じに、まずレブールと返して相手が帰ってるところにアビリティ当てて回復阻害と、敵の位置を見えるようにして戦闘を安定化させるとか、まあ、こんな感じの使い方できたらいいんじゃないかなと思います。次にパッシブについて、これ以前の動画でも紹介したんですけど、めちゃくちゃ大事なこと詰まってるので聞いていってください。まずは基本的なことから、
ADS すると敵がいる方向が上下左右黄色く表示されます。で、敵にエイムが合っている状態の時は画面全体が黄色く表示されます。で、これは壁越しでも同じです。で、この画面が黄色く表示されている時にアビリティを打つとしっかり当たります。で、この画面が黄色くなっている時はアビリティの範囲内だよってことですね。で、一応アビリティの範囲外になっても敵がいるよっていうのは表示されます。まあ、これバリバリ 100m 以上でも察知されてますね。ちなみに武器をしまった状態でも ADS ができたり、で、他の動画で話してる人ほとんどいなかったんですけど、アビリティ長押し、これでも見ることができます。これめちゃくちゃ強いです。武器で覗く、素手で覗く、で、アビリティで見る、で、この3つの方法で発動できるんですけど、これ移動中の索敵にめちゃくちゃ活用できます。まあ、それぞれ特徴利点があるので他で映像を撮ってきました。そちらをどうぞ。このようにアビリティを構えた状態と普通に素手の状態、これだと素手の状態の方が足が速いです。ただ素手覗きの状態とアビリティを構えた状態、これだとアビリティで走った方が速いです。一応素手覗きと武器覗き、これだとさすがに素手覗きの方が速いですね。こんな感じに一番早く索敵できるのがアビリティ移動で、次に素手 ADS で、その次に武器構えた ADS、まあ、こんな感じの認識にしておきましょう。つまりこのアビリティを構えながら移動するのが一番早いっていうことですね。まあ、以前の動画でコメントめちゃくちゃ寄せられたんですけど、このアビリティで見るのと素手で見るのどっちがいいとかじゃなくて、うまく使い分けられるのがいいのかなと思います。アビリティでの索敵は移動速度に支障をきたしたくないとき、あと敵の位置がまだ不確定な時とかもそういう時もいいですね。で、このアビリティから武器に持ち帰るの少し時間がかかってしまうので、敵がいそうだなって時は素手で覗いてあげたり、その武器で覗いてあげる、こんな感じで使い分けてあげるといいのかなと思います。あと素手覗きの方はスライディングジャンプとかと組み合わせてあげると、まあ効率よくできたりもしますね。で、最後にウルトの紹介です。このウルトめちゃくちゃ強いです。こう投げて発動できるタイプで、球場に発生してこの中に入っている動いている敵、射撃している敵が表示されます。で、止まっている敵としゃがみ移動している敵は表示されません。ただ発砲すると表示されますね。で、クールタイムはなんと90秒、つまり一戦闘に1回は余裕で使える回転率、使わないと損なウルトですね。ただこの弾の角、撃たれると壊れてしまうので注意が必要です。今みたいに壊されてしまうという特性があるので、どのように使うか、どのように隠すかっていうのを考えながら使う必要があります。例えばあんな感じに高所を取ってる敵の足元に入れてあげるとか、で、こうやって足元に入れると敵は壊すのにめちゃくちゃ体出さないといけないので、横からめった打ちにできるよとか、あとで少しクリップ見ながら解説するんですけど、詰めてくる敵に受けとして使うのもだいぶありですね。で、今までの映像だと平地でしか使ってなかったんですけど、よいしょ、こんな感じで球場になっているので、こんな感じで高台から下にいる敵を表示させたり、あと建物内で使うのもめちゃくちゃ強いですね。どこの階層においてもしっかり表示されます。では最後に実戦でのクリップ解説をして今回の動画を終わりにしようと思います。1つ目は見合った状態の解説です。まあ、こんな感じで1-1交換して、まあ、お互いに見合ってる状態ですね。で、この時ウルトをここのサプライのところに置きます。このサプライのところに置くと敵側から見えづらくなってウルトが壊しづらいです。で、敵の状態が見えているのでこんな感じでちょっとエイム合流しになっちゃうんですけど倒します。まあ、敵視点だとこんな感じでなかなかウルトの位置が見えないので結構強いウルトの使い方ですね。まあ、こんな感じでしっかりウルトを隠して使う、このことを意識してあげてください。次に攻めで使う時のウルトの使い方です。今この岩の裏に敵見えましたね。で、ここにウルトを焚いていきます。で、この状態の時、今ここにウルトを入れているのですが、敵はここにいて表に出ると簡単に壊されてしまうように見えますが、ここにもし敵が出てきてしまった場合、マップを見ると自分たちはここの家を取っているので、もし敵がウルトを壊しに来たら自分たちは後ろの方から車線を通せるという位置になっています。まあ、こんな感じにウルトを出しに使うっていうのもありな考え方なのかなと思います。で、相手は体を出してくれたのでそのまま、まあ、ご利用して倒しちゃうみたいな感じですね。最後に一番重要な受けで使うウルトの解説です。
で、ここちょっと自分気づいてなくてダメージもらっちゃうんですけど、自分がダメージを受けたことにより相手が詰めてきます。で、この詰めてくる相手に対してウルトを使って位置を見ます。で、やると味方も位置が分かっていて打ってくれるので、このレースめった打ちにされてますね。で、このレースはバッテリーを巻きながらこっちの左の岩に隠れようとしているので、それに向かってアビリティを出していきます。で、回復を阻害して倒す。で、今相手視点としてもこのレースがボロボロなので、他の敵もカバーを従って向かってきています。で、そうするとウルトの範囲内に入って味方もカバーできて、もう一枚倒せる。まあ今のファイト自体自分は火力出してないんですけど、しっかりウルトを使ってあげることによって味方をサポートしてしっかり貢献できる。まあ今みたいに受けでウルトを使うっていうのも頭に入れておいてもらえるといいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。話してる感じわかると思うんですけど、すべての能力が強すぎて、もうどのキャラと合わせても強いキャラになってます。この動画が参考になったらグッドとチャンネル登録マジでよろしくお願いします。あとツイッターやってたり、ツイッターの方でコーチングとかの進捗状況もつぶやいたりするので、ぜひフォローお願いします。それでは以上、親子どんのすけでした。